60年ぐらい前、女性が鉄橋から飛び降りて自殺したんだ。遺体の下半身が切断されてたせいだろうね。しばらくして地元の子供たちが下半身のない幽霊が出るって噂し始めたんだ。近年、体を上半身と下半身に切断された遺体がたびたび発見されており、テケテケの仕業だという噂が小学生の間で広まっている。ねえ姉ちゃん、まさかあんたもテケテケのこと調べてんの？私も今回の殺人事件のこと調べてて、あの子カナの友達だよね。テケテケは夜になると線路上の歩道橋に現れ、歩行者に接近するとされる。歩行者が振り向くとテケテケに殺される。その場で逃げ切った場合も3日後に必ず殺される。もし私が一昨日の夜にテケテケを見たとしたら、明日には必ず死ぬってことかな。反狂乱になったっておっしゃいましたよね。ひたすら赤いものを捨ててたっていう話だね。赤いもの、服でも家具でも赤いものは全部。彼女の住んでいた場所って分かりますか？うん、分かるよ。あいつに案内させようか。大家さんの娘さんがまだこの辺に住んでるそうなんですけど。玲子さんがなんで自殺したか知ってる？ いえ。ここだけの話、アメリカの兵隊に襲われて、それにね、彼女こういうこと初めてやったらしいんや。だからね、ほら出るでしょ血が。赤いもんが嫌になったんはそのせいやないかって。それの言うことは話半分に聞いといた方がええで。わしも近くに住んどったけど、そんな話聞いたことはない。だいたいこんな田舎に真珠運なんか来るかいな。テケテケはいるかもしれません。彼女が自殺した場所に慰霊碑が建てられたそうなんですよ。それで震災で倒れちゃったみたいなんです。もしかしたらこう慰霊碑を元に戻せば。慰霊碑ってただの石だよね。ね、聞いてんの？じゃあどうすればいいのよ。見たのよ、あんたと同じ日化け物見ちゃったのよ。これだ。戻そう、早く。もしかして赤がいけないんじゃない？何が？テケテケに襲われる条件。そんなこと言ったらこの車だって赤じゃない。走るわ。早く赤いの捨てて。呪文を唱えれば追い払える。鹿島さん、鹿島さん、鹿島さん。
んなん聞かんやろ。そうですか、加古川に行った時の。すいません、急に。いいえ、こっちに来てから誰も訪ねてこないから。久しぶり。あ、武田です。あ、今度こっちの大学に転勤になったんで。お茶なんかどうぞ。すいません。かなちゃん、いとこが死んでからずっとあんな調子なんです。1年間ずっとですか。かなちゃんさ、来る途中でさ、これ買ってきたんだよ。お母さんパートに戻るけど一人で帰れる？うん。ね、お薬新しくなったから。じゃあ気をつけて。テカテカ？うん、小学校の時結構流行ったんだよね。早く知らない？真冬の北海道で女の人が列車にはねられたやつ。
上半身と下半身バッサリ分かれちゃったんだよね。そう、あんまり寒いから傷口が凍って血が止まってしばらく上半身だけで動いてたんだって。それからしばらくして線路の上にある歩道橋で足のない女が追いかけてくるっていう噂になったの。テケテケに捕まったら体を真っ二つにされちゃうんだよ。昨日の事件もそれだって言いたいの？英子ビビってんじゃないの？違うよ、昨日の事件だけじゃないよ。去年あった世田谷の事件、あれもそうなんだって。あ、歩道橋で女の子が体を二つに切断された事件でしょ。あれまだ犯人捕まってないよね。その時の被害者と昨日死んだ女の子同じ高校の同じクラスだったんだって。嘘。でも大丈夫、歩道橋で赤いものを身につけなければいいの。歩道橋？踏切じゃなかったっけ？私の中学だとそれ鹿島さんって言ってて、なんか呪文となれば助かるんだって。鹿島の顔は仮面の顔、鹿島の死は死人の死、鹿島の間は悪魔の間。何それ本当だよ。いい加減にしなよ、人が死んだんだよ。やっぱビビってんね。あれで怖い話とか結構苦手だからね。でもさ、その噂もし本当だったらうちらヤバいよね。なんで？ほら僕を歌に。もう途中でエリカ帰っちゃうんだもん。大変だったんだよ。しょうがないじゃん、毒の男いなかったんだから。トナさん、ん？昨日の文化祭の打ち合わせサボったよね。はあ、ごめん忘れてた。前もその前もずっとじゃない。いつになったら出てくれるわけ？悪かったって、そんなに怖い顔することないじゃんね。だよね。みんな部活や塾がある中残ってるの。一人のわがままでクラス全員が迷惑するの。分かった分かった、出ればいいんでしょ。約束だよ。うん。玲子って勇気あるよね。何が？トネさんとか怖くない？そんなことないよ、こっちは正しいこと言ってんだし。そりゃそうだけどさ、うちのクラスの出し物どうすればいいと思う？やっぱ演劇かな。千尋はクレープ屋やりたいみたいだけど。へえ、私演劇はやりたくないな。それではクラスの出し物を決めたいと思います。何か希望のある人は挙手をしてください。何かありませんか？何もありません。千尋はクレープ屋やりたいんだよね？ああ、私は別に。委員長一人でやれば？試合写真撮ってきてくれた？あーごめん忘れてた。次の試合でもいいかな？記事も一緒に書いとくから。うん、ここだから。
オッケー、はめとくね。まお、帰るよ。うん。あ、ちょっと待って、なつきちゃん、これからうちらとお茶しない？いや、でも、あとは明日でいいじゃん。そうだ、ちひろちゃんたちも誘っちゃおう。いいよね、リカ。いいよ、行こう、なつきちゃん。うん、行こう行こう。うん、うん、うまい。ね、美味しい。うん、みんな、みんなマンゴー食べる。本当？うん、マンゴー美味しい。ちょっと食べて。なつきちゃん、その時計自分で買ったの？うん、デパートで。かわいい。ちょっと見せてもらってもいい？うん。かわいい。すごいね。鼻ついてるの。本当だ。超かわいい。かわいいよね。すごい。文字盤超カラフル。なつきちゃん、なつきちゃんってさ、中島さんと仲いいの？うん、まあレイクとはそんなんじみだし。うちらちょっとあの子苦手なんだよね。エリカがね、夏希ちゃんのこと気に入ってるんだ。これからはうちらと一緒に遊ばない？千尋ちゃんたちもそうするって言ってくれたよ。食べよ。うわー、来た。ワンマン委員長。今日もエバってんのかな。マジキモい。悩んでんだけど。ねえ、マジキモい。死んじゃうよ、みんな。猫。葉山さやかって遠行してるらしいよ。そんな奴にキモいって言われたもの、ね、もうなんて顔してんの。大丈夫、私は夏希さえいれば平気だから。行こう。いきなり電話してきたと思ったら相も変わらず鹿島玲子か。ああ、すいません。君が入れてくれたまずいコーヒーが懐かしいよ。今の女子はなかなかうまいコーヒー入れてくれるんだがね、これはこれでなんか物足りないんだよな。すいません。仕方ないから調べてやったよ。吉田翔一。鹿島玲子事件を担当した刑事だ。君があんまり切羽詰まった感じだったからさ、あちこち探してやっと手に入れたんだぜ。なんかおごれ。うすうすそんなことじゃないかと思ってたが、まさか強姦事件だったとはね。ひどいことするよな、ここの連中も。でも犯人は進駐軍の人間だったんじゃ。ではないとこの刑事は見てる。彼の推理によると犯人は3人の青年、いずれも名字は沼崎だ。兄弟じゃないが、この辺じゃ昔からよくある名字だ。事件当日、鹿島玲子が彼らと一緒にいるのを見たという証言があった。じゃあなんで彼らは逮捕されてないんですよね。鹿島玲子本人がアメリカ人にやられたと証言してるからな。わからないな。3人はその後どうなったんですか。死んだよ。
列車事故で全員。12月10日神戸署より連絡あり、沼崎博史、正尾健三が踏切にて列車に激突、即死。3名はこの日朝方まで飲み明かしており、酩酊状態であった模様。10日は柏島レイコの3回目の命日であり、奇妙な因縁と言わざるを得ない。誠に残念であるが、これにて私の捜査も打ち切りとなる。事件当日、3人と柏島レイコの姿を目撃したという少年、近藤時雄に会い、近藤。それの言うことは話半分に聞いといた方がええで。わしも近くに住んどったけど、そんな話聞いたことはない。だいたいこんな田舎に新中軍なんか来るかいな。近藤時雄。私の財布がなくなったんだけど。ちょっとレイコ、何よ。今日見学だったの葉山さんだけだよね。だから途中でどっか行ってたみたいだけど。ちょっと待ってよ、お腹痛くてトイレ行ってただけなんだけど。私疑ってんの？どい最悪。レイコやめなって。だってそうとしか思えないじゃん。証拠はどこにあんの？ほら、もうちょっと探してみよう。無駄だよ、盗まれたんだから。わかんないじゃん、すぐ決めつけるのはよくないよ。そうだよ、夏希ちゃんの言う通りよ。ロッカーに鍵かけとかなかったんじゃないの？やっぱそうだよ、自分が悪いんじゃんね。ちょっと、さやかに一言ないの？一緒に遊びに行こうって。いやでも。いいじゃん、行ってきなよ。私用事あるの忘れてた。ほら行こう。あんなやつ解けない。じゃあ明日ね。
あ、私もういいや。お腹空いたでしょ。これ全部頼んじゃうか。あ、でも私お金持ってないし。いいよそんなの気にしなくて。今日は私のおごりだから。ドリア半分こしない？今日の中島の顔すごかったね。本気で殴んのかと思った。さやか超ビビってるし。他人事みたいに言わないでよ。マジ怖かったんだから。今度は自分でやってよね。バカ、そんなに何度もやれないよね。どういうこと？どういうこと？ほら、これ食べなよ、なつきちゃん。今日のトニさんのおごりって、レイコの財布。千尋と明恵は知ってたの？しょうがないよ、レイコ。確かに最近ちょっと偉そうだったもんね。そうだよ、信じらんない。どうかしてんじゃないの？だったらさ、返してくれば？あんただってさ、あいつの金で楽しそうに歌ってたじゃん。遊ぶだけ遊んでて自分だけ生きこぶるんだ。謝んなよ。ほら、じゃあこれは夏希ちゃんに預かっといてもらおうかな。そうだね、友達だったら持っててくれるはずだしね。ほら、これ手放したらあんたも敵だから。高田くん？うん、小学校の時結構流行ったんだよね。でも大丈夫、歩道橋で赤いもの身につけなければいいの。歩道橋、赤いもの。もしもし、早間さん？そう、うん、なんでもない。今日はごめんね、疑っちゃって。多分どっかに落としたんだと思う。それでね、ちゃんと謝ろうと思うんだけど、今から出てこれるかな？そんなこと言っていいの？私知ってるんだよ、あなたがこうやってること。なんで私まで来ないといけないの？一人じゃ何されるか分かんないじゃん。あのことガラスっていうしさ。そうやって言うこと聞いてると突き上がるよ。なんか
寒い。いねえじゃん。中島さん、謝るとか言っといてどうせなんかするつもりでしょ。分かってんのよ。どうかした？なんか変な音が。ごめんください。ああ、あんたいつかの。ばあさんならおらんぞ。あ、知ってます。今日はあなたにお聞きしたいことがあって来ました。わしに？鹿島玲子さんが強姦された事件の捜査をした刑事の西です。以前あなたが言われたように、あの事件はやっぱり米軍兵士が起こしたものではありませんでした。そんなこと言うたかの。この刑事は鹿島玲子が亡くなった後も執拗に捜査を続けてます。その中で事件当日、犯人らしき男たちを見たという少年に出会います。その少年の名前は近藤時雄。60年前のあなたです。教えてもらえませんか？あの日あなたは一体何を見たんですか？大昔のことや、忘れた。沼崎健三とは随分親しかったみたいですね。村では有名な不良青年も、あなたにとっては近所の優しいお兄さんやった。帰ってくれ。あんた何なんや、今さらそんな話聞かして。わしに何を言わせたんや。新聞記者ごっこやったらよそでやれ。テケテケは鹿島玲子は今もまだ人を殺し続けてます。あんたやったら僕の言うてること大体分かってはるんと違いますか？健三さんらがあの女を襲ったいうのはほんまや。あの日わしは学校をサボって山で遊んどった。草むらの方でなんやけったいな声が聞こえてきたんで行ってみた。びっくりした。
男の方はすぐに分かった。あの三人はいつも一緒につるんどったじゃないな。事件は女の口から漏れた。ところが犯人の一人沼崎博士は村会委員の息子やった。事件がバレるのを恐れた大人たちは女を脅かして口を封じた。いつの間にか犯人は米兵やいう噂が広まって真相はうやむやにされた。女が自殺したのはそれから一月ほどしてからやった。三人の最後は知っとるか。確か鉄道事故で。そりゃひどいもんやった。体が跡形もなくバラバラになっとってな。女の呪いや言うて村中が大騒ぎになったんや。バラバラにか。昨日も警察呼ばれたらしいね。さやかの携帯に履歴があったんだよ。それってやばくない？復讐されたんだよ復讐。バカ、そんなことできるわけないじゃん。さきはどうしてんの？もう病院から出らんないんじゃない？ショックで完全行っちゃってるから。目の前で見たんだもんね。真央は？なんか用事あんじゃん。なんだよ。警察に聞かれちゃったよ。何も知らないのにさ。どうしたの？ううん、何隠したの？これってどういうこと？違うの、これは違うか。やっぱりそうだったんだな。あんたもあいつらの仲間だったんだ。聞いてる子。触んな！玲子！せっかくだから教えてあげる。あんたが言ってた話本当だったよ。テケテケはいるの。私あの日葉山さやかを歩道橋に呼び出すの。あいつはテケテケに殺されたのよ。何言ってんの。次は誰にしようかな。
れねえ、バスケ部の写真と記事は？ああ、大久保さんでしょ？入ってないよ。そう、今日やっとくって言ってたんだよ。本当だ。ねえ、大久保さんは？ああ、今日はクラスの人呼ばれたからって先に。クラスの人って？そう。呼び出しておいて。踏切でも同じことが起こるんだ。これで分かったでしょ。次は誰がいいと思う？私をバカにした奴ら全員ぶっ殺してやる。やめて。じゃあ止めて。私のこと止めて。あなたもあそこでお友達を。突然すいません。ううん、でもお役に立つようなことは何も知らないのよ。恨みを買うような子じゃなかったし。あの、お線香あげてもいいですか？あ、どうぞ。今他の方見えてるけど、どうぞどうぞ。それじゃあ僕はこれで失礼します。ありがとうございました。あ、
ねえ待ってよ、聞きたいことがあるの。僕はないから。カナさんのことなんか知ってんでしょ。待ってよ。はい。私テケテケを見たの。やっぱりなんか知ってるの。どこで見たの。踏切。話聞く気になった。あの二人やっぱ玲子が殺したのかな。まだそんなこと言ってんの。あんたも病院行った方がいいんじゃない。でもだとしたらうちらも狙われるんじゃない。恨まれて当然だし。私はエリカちゃんの言うこと聞いてただけだもん。都合が悪くなると全部エリカのせいにするんだね。ノリノリで悪口言ってたの誰なんだよ。なんかよ。ちょっと話したいことがあるんだけど今から出てきてくれるかな。何。いいじゃん。それとも怖いとか。まさか私が何かするって思ってるわけじゃないよね。それとも何か思い当たることでもあるの。絶対やめた方がいいよ。やっぱ復讐されるんだ。二人もそうやって殺されたんだよ。あんた少し黙れ。面白そうじゃん。言ってやろうよ。どうせ事件に便乗してビビらせようってことでしょ。それならそれでみんなで押しかけてボコってやんだよ。いいね。そうだよ。返り討ちにしちゃう。あんたら来るよね。鹿島レイコ。うん、加古川でずっとその事件のことを調べてたんだ。亡くなったかなちゃんもテケテケのルーツが鹿島玲子にあるって確信してた。さっき話した私の友達中島玲子っていうの。中島玲子。鹿島玲子。私玲子を止めたいの。おそらくその子はテケテケを操ってる気になってるんだと思う。でも逆に心の弱みにつけ込まれてテケテケに操られてるだけなんじゃないかな。操られてる。私をバカにしてやる。全員ぶっ殺してやる。これ見て。被害者の名字には必ず沼崎という字の一部が含まれてるんだ。
関口の愚痴、平山の山、大橋の大、沼崎って60年前の交換事件で鹿島麗子を襲った犯人。貸して。咲ちゃんは殺されなかったんだ。今起こってることは沼崎に対する鹿島麗子の呪いってこと。だとしても理不尽だよ。彼女たちと沼崎には何の関係もないのにさ、それを含んだ名字だっていうだけで無差別に殺されるんだ。じゃあこの先もってこと。わかんない。都市伝説っていうのは噂が現実になり、現実が噂になってさまざまに変化しながら広がっていくもんなんだ。例えば鹿島さんのタイプは場所によって違うんだ。戦争で足を失った兵士っていう説もあれば、事故で足を切断したバレリーナっていうのもある。私が聞いたテケテケの話は北海道で列車にはねられたってやつだった。そういうもんなんだ。だから僕が見つけた法則だって絶対にそうとは言い切れないんだ。私も入ってるかも。山水って水のことなんでしょ。武田さんは？ああ、僕は大丈夫なんだ。待って。みんなで押しかけてボコってやんだよ。いいね、そうだよ、返り討ちにしちゃう。やっぱ復讐されるんだ。うちらも狙われるんじゃない？誰なの、この人たち。やっぱ帰ろうよ。
やっぱり4人ともつながんない。4人ともか。ねえ、テケテケに襲われたら本当にどうすることもできないの？いや、呪文を唱えれば退治できるっていう話はある。呪文？本当にそれ信じてんの？いや本に書いてあったからさ。そんなことより4人の居場所に心当たりはないの？線路があって、こう人目につかないような場所。線路、人目につかない。あ、呼び出した本人が尻尾巻いちゃったら世話ないわ。あ、ちょっとトイレ行くね。置いてくよ。待っててね。先行くよ。中島？あんたなの？聞こえない？ほら。何？
中島、出てこいよ。どうせその辺にいるんだろ。もういい加減出てこいよ。中島、4人とも死んだよ。玲子は間違ってる。玲子がテケテケを操ってるんじゃない。テケテケが玲子を操って殺した人間を呼び寄せてるの。だとしたら何。君は利用されてるだけなんだよ。もうそんなのどうだっていいよ。テケテケに近づきすぎたんだ。そうみたいね。レイコ行こう。触るなって言ったでしょ。もうそこまで来てんだよ。じゃあ行きなよ。レイコ、お願い、逃げて。早く！
島さん、萱島さん、萱島さん、ダメじゃん。鹿島の顔、仮面の顔、鹿島の死は死人の死、鹿島の魔は。鹿島の魔は悪魔の魔。ありがとう。